はい、皆さんこんにちは。今回は在日の著名な方ということで、大学教授についてです。こちらの方についてです。武田誠司さんは、日本の哲学者、文芸、音楽評論家、早稲田大学教授ということで、こちらにも在日観光人2世と書いてありますが、武田先生のホームページにプロフィールとして1947年大阪生まれ、在日観光人2世とも書いてあります。で、早稲田大学の卒業されて早稲田大学の教授で、武田誠司先生のはたくさん本を書かれておりまして、調べるとたくさんいろいろな本が出てきます。作家でもいらっしゃいまして、教授でもあり作家、本の内容もいろいろな分野に多岐にわたっておりまして、たくさん活躍されている方です。で、またニューズウィークでも在日韓国人ということが出てきまして、韓国籍の哲学者武田誠司はということで、この段階でも武田、誠司先生が在日の方だということが分かるところなんですが、またですね、100人の在日コリアンという本にも載っておりまして、国立国会図書館の検索でも出てきます、日本各地に収められております、図書館に収めておられます、認められた本ではあります。ちょっと気づいたんですけど、ネットで買えた本なんですけど、今現在、この本は現在お取り扱いできませんとなっておりまして、ちょっと怖い感じがありまして、この問題に関しては、ちょっとナーバスになっているところではあります。で、この本なんですが、100人在日コリアンは領地会という会が出しておりまして、でそれは在韓の在日コリアン有志によって作られた民間団体で、その領地会のメンバーなんですけど、著名な方が名を連ねておりまして、日本経済新聞記者の方、NHK の方、毎日放送、毎日新聞の記者の方、読売テレビ、読売新聞の関係者が、著名な方々が名を連ねております、領地会です。で、また執筆者名簿も同様に、千葉大学講師、大学の講師の方や、新聞記者の方とか、著名な方が所属する領地会が発行しております本ですので、それも証拠の一つになるということで、挙げさせていただきます。で、この中に、武田誠司先生が載っておられまして、武田誠司、本名カン・ジョンスさんです。明治学院大学国際学部教授、明治学院大学の教授でもいらっしゃいまして、早稲田大学の教授でもあります。いや、もうすごい有名な大学教授を、いくつも勤めておられます。若き日の悩みが評論活動の基礎に、インタビューの場所に指定されたのは大学の研究室だった。約束の時間より少し早めに到着し、目的の階で端から順にネームプレートを見ていくと、すぐに武田誠司教授の研究室が見つかった。そのままドアの前に立ち、かつて読んだ本に武田誠司という名がペンネームであり、真の好きな太宰治の小説、畜生ですか、に由来したものだとあったことを思い出していた。くよくよ悩んだのが文学や思想の土台。にこやかな表情で現れた武田氏は、以前シンポジウムで見かけているずっと若々しく気さくな印象の人だった。ということで、武田先生についての内容を書かれてありまして、名前については了解の仕方、民族の問題が次第に気になってくる。それは徐々にという形でやってきた。何か機会があれば付き合おうという気持ちがその頃から生じ始めた。名前についてはどうしていたのだろうか。これですね、今日の名前を使ったのは、大学卒業にたまたま付き合うようになった韓青、在日韓国青年同盟というのがあるみたいですけど、いろいろな在日の団体があるんですね、日本には。韓青に行ってからです。だからそこでそう呼ばれるのは別に抵抗ないんです。和光大学の民族差別論のゼミでも今日でした。ただ今まで中田という通名で呼ばれていたところでは中田で、
文筆の仕事は30歳ぐらいから始めたんですが、これは自分のつけたペンネームで武田です。名前をいくつも持つということで自分が分裂するというような感覚にはならないんだろうか。特に在日は名前にこだわりを持つのでは。それも了解の仕方ですね。名前が本体を表すというふうに考えていると分裂を起こすかもしれません。人間はだんだん大人になっていくときに必ずアイデンティティの問題に決着をつけなくてはならないんですが、在日の場合は非常に不安定なんです。だから在日の場合は名前をどう処理するかというのは非常に大きな問題なんです。というのは一般に自分の後ろめたさやアイデンティティの不安定というのは在日であるということからやってくるので、そのことを安定させるために名前にこだわるわけです。自身は名前のことではそれほど悩むことはなかった。僕の場合の初めから名前をそれが特に本当というふうに考える必要はないという考えていた。ということで、まあそうですね、中田さんという、武田先生は中田さんという通名を持っていて、ペンネームで武田ということで、でまた別に、本当の名前があるということで、まあ、通名は3つも4つも持っているということで、まあ、そこはあれですね、ちょっと日本人の側からしてもちょっと怖いと言いますか、まあ、スパイみたいなちょっと抵抗感が自分はありますので、まあ、ここはちょっと通名について皆さん、まあ、我々ともにこの意識すべきだと思います。でまた名前、民族の問題ですね、武田先生がおっしゃられた民族の問題はですね、私は最近このあれですね、自分の所属する民族と相手の民族の問題だけではなくて、この第三者が民族の問題には関わってるんじゃないかと、そういう疑いを感じております。全ての民族の問題は第三者が何らかの影響を与えているんじゃないかというところを自分は考えておりまして、まあ、そういうところも見極めていきたいと思っております。でこれが最後のページ、これが武田先生の、まあ、若き時の姿で、写真です。で、プロフィール、1947年大阪生まれ、早稲田大学、政経学部経済学科卒、文芸思想哲学音楽など幅広い分野で評論活動を行っているということで、たくさん本を書かれております作家でもありますし、有名大学の教授でもあります方です。日本の有名で大学教授も在日の方が活躍されているという、まあ、日本であることが、またここでも分かりました。今回は、以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。